はい、皆さんこんにちは。ということでですね、ちょっとオープニングからちょっとね、一つの宝石をお見せしていきましたが、1ヶ月前ぐらいですかね、1ヶ月前ぐらいに、YouTube の方で Vlog の動画をね、ちょっと上げさせてもらって、オパールのこう仕分け作業の、Vlog の動画をちょっと撮らせてもらったんですけれども、その時に、ちょっと透明度が、低いというか、ちょっとインクルージョンがバーって入っちゃってるものとか、白っぽくなっちゃってるものとか、そういうものを一回弾いて、綺麗なものとそうじゃないものみたいな感じで弾いたっていうね、動画をちょっと上げましたが、その後、その宝石、そのままちょっと取ってあります。はい。で、その宝石をちょっと今日お見せして、今回はですね、見てくれてる、動画見てくれてる皆様に、ちょっと、そのオパールをちょっとプレゼントしようかなと思って、今日はそんなプレゼント動画をちょっとね作らせていただいております。ということで、早速ちょっとねオパールの方見ていきましょう。はい、はい、ということでね、これが実際のオパールたちなんですよね。ちょっとこう見てもらうと、この子はまあ割と透明度はあるんですけど、まあちょっと分かりますかね、白っぽくこうなっちゃって出る感じとか、わかりますかね。そうそう、こういう感じとか、まあ、ここら辺もそうですよね。ちょっとだけもやっとしちゃってる感じとか、この子とかは、まあ、透明度ありますけど、ちょっとここら辺が白くなっちゃってるものとか、ちょっと欠けてとかじゃないんですけど、ちょっとインクルージョンで輝きがちょっとなくなっちゃってるものとか、そういうものをちょっと弾いていたっていう感じですね。まあそれでも全然綺麗なんですけどね。これね、今手元にだいたい今ここだけでどんぐらいだろうな、15ピースぐらいあるのかなと思うんですけど、実際この宝石たちがもうね50ピースぐらいあるんですよね。結構あるので、今日はもうその50ピース全部皆さんにプレゼントしちゃおうかなっていうふうに思います。まあこれちょっと応募の人が結構多いと思うんで、抽選になっちゃうと思うんですけれども、まあ抽選で50名様にこのメキシコオパールですかね、たちをちょっとプレゼントしたいかななんていうふうに思います。まあこんな感じでね、ちょっとインクルージョン入ってますけど、まだまだ全然綺麗なんで、はい、当たった方はラッキーという感じでよろしくお願いします。まあですね、実際このオパールたちいつ使ったのっていうことだと思うんですけど、弾いてない綺麗だったやつたちは、まあお気づきの方もね結構いると思うんですけれども、1月末に皆さんにお送りしたキャンプファイヤーの1000円コース2000円コースの宝石で、今回このオパールを使わせていただきました。ということで、またですね、今月2月末の宝石とかも、こんな感じでちょっと、まあ、同じ感じで、インクルージョンあって、ちょっとね、弾いちゃってるものとか、そういうものまた出てきてるので、まあ、毎月毎月この動画撮って、こんな感じでちょっと皆さんに還元企画という感じでやっていきたいな、というふうに思います。これはまあ、YouTube のね、登録していただいている方、特権になってくると思うんですけれども、よろしくお願いします。はい、ということでですね、まあね、こんな感じで、またプレゼント企画っていうね感じ、今回はオパールの方をプレゼントするんですけど、またやっていくことによってですね、まあ宝石ってこう最初の取っかかりというか、こう最初の触れる機会っていうのがなかなか難しいと思うんですよね。まあ、実際にこう足を運んで宝石店に足を運んで、もちろんそれがきっかけで宝石のこと好きになったって方もいるとは思うんですけど、なかなか、それが結構今難しくなってきてると思うので、まあ、こういうふうに、こういうもの、こういう宝石をね、まあ、視聴者の皆さんにプレゼントすることによって、まあ、ちょっとね宝石実際に手にしてもらって宝石のことにちょっと興味をね持っていただければいいなっていうふうに思って、まあ、今回ねこういう感じで、プレゼントさせていただくっていう風な流れにしたいと思います。またね、毎月毎月こんな感じでやっていきたいと思うので、まあちょっとねこの動画は要チェックっていう感じだとは思うんですけれども、まあそれね楽しみにしていただければいいなっていう風に思います。それでは今日はこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。